はい、こんにちは、116インズです。現地時間の12月2日水曜日の夜は、各チームが保有する選手に対して来年の契約をオファーするかどうかを決めるための期限となっておりました。で、この判断の結果、契約を提示しないと決めた選手、ノンテンダーすることを決めた選手は全選手が FA となりまして、今回そのノンテンダーの結果、新たに56選手が FA となりました。一部の選手に関してはより安い契約を結ぶなどしてチームと再契約を結ぶケースもあるんですけれども、ただ大部分の選手がこの冬の移籍市場に加わることとなりました。ノンテンダーされたからといってチームとの再契約の線が消えたわけではないんですけれども、ただチームとしては少なくともその年俸やパフォーマンスではその選手を来年残すつもりはないと判断する場がノンテンダーの場でもありますので、ノンテンダーされた選手はある意味来季のチームの構想から外れてしまったと言ってもいいのかなと思っています。ノンテンダー自体は年俸調停を持っている選手、持っていない選手、どちらに対しても行うことができるんですが、ただ割と一般的なケースとしては年俸調停の資格を持っている選手で、来シーズンも年俸が上がることが予想されている中で、パフォーマンスがあまり年俸に見合っていない、コストパフォーマンスがあまり良くないという観点からノンテンダーされる選手が多い印象はありますね。そしてこちらが今年ノンテンダーされた主要な選手の一覧となります。まあ、選手の内訳を見ても、昨年38本のホームランを放ったカブスのカイル・シュワーバーや、昨年オールスターに選ばれたロッキーズのデイビッド・ダール、他にもツインズのエディ・ロザリオ、それからレッツのアーチー・ブラッドリーなど、結構主戦級で活躍していた選手も今回ノンテンダーとなってしまいました。シュワーバーやダールに関しては今年結果を残せませんでしたので、こういった判断になってしまったのもやむを得ないのかなと思いますが、ただダールなんかはまだまだ年俸全然高くないので、もう1年残すという判断も全くおかしくないと思ったんですが、まあ、今回ノンテンダーとなってしまいましたし、ブラッドリーに関してはレッズに移籍してからはブルペンでいいピッチングしていましたし、年俸もそこまで高い選手ではないので、今回のノンテンダーという判断はちょっと驚きでしたね。今年のノンテンダーは特に外野手で、結構この選手もノンテンダーされるんだなと思うようなものもありましたので、ここまでのオフシーズン先発投手には非常に優しいオフとなっていますが、ただコロナの影響で各球団経営が厳しい中で、もしかしたら野手にとっては厳しいオフとなってしまうのかもしれませんね。そして今年のノンテンダーでは、今年 MVP 投票で票をゲットした選手、なんと2人もノンテンダーされているんですね。一人はツインズのエディ・ロザリオ、そして二人目はカブスのライアン・テペラなんですが、テペラに関しては当チャンネルでも取り上げましたが、ベテラン記者が MVP 投票で誤ってテペラに投票してしまったため、なぜか MVP 票をゲットしてしまったので、成績面なども考慮するとテペラのノンテンダーというところは全くありえない話ではないと思いますが、ただロザリオに関しては正真正銘、おそらく記者の投票ミスでない形で今年 MVP 票をゲットしていますので、まあ、そんな選手が今年ノンテンダーとなってしまったと。で、ロザリオに関してはツインズがノンテンダーの判断を下す数日前に、ツインズがロザリオをウェーバーにかけたと報道されていましたので、その時点でノンテンダーはかなり濃厚だと言われてはいましたが、ただ実際にこうしてノンテンダーとなってしまったのはちょっと驚きでしたね。実際今シーズンのロザリオ、決して悪い数字は残していないんですね。今シーズン57試合でホームラン13本、フルシーズンやれば30本以上は打てるようなペースでホームランは打っていましたし、打率こそ彼のキャリアの中では割と低い部類に入る2割5分7厘に終わってしまいましたが、これは BABIP の低さにも連動しているかなと思いますので、まあ、ちょっと運にも恵まれなかった要素もあるのかなと思っています。OPS は7割9分7厘と決して悪い水準ではないと思いますし、少なくとも昨シーズンの32ホーマーというパフォーマンスから大きく成績が落ち込んでしまったというわけでもありません。守備に関しても昨年は主にレフトを守りましたが、めちゃくちゃ外野守備が上手いというわけではないんですけれども、人並み程度にはレフトを守ることができますし、何よりロザリオは肩が非常に強い。この肩の強さで守備のプラスも稼ぐことができていますので、別に守備面でものすごく足を引っ張っているわけでもないと。今年の9月に29歳の誕生日を迎えたばかりで、来シーズンは29歳のシーズン、野球選手としてはまだまだピークの年代ですし、少なくとも年齢面からパフォーマンスが落ちる心配というのもとりあえずはなさそうということで、こうして見るとツインズがあえてロザリオを今回切る理由というのはあまりないようにも思えるんですね。まあ普通に考えて毎年20本から30本のホームランが期待できて、フリースインガー気味で OPS がちょっと伸びにくい選手ではあるんですが、それでも2017年から2019年まで3年連続で毎年 OPS8 割台前半は記録していましたので、バッティング面で毎年計算ができる選手をあえて自ら切る理由なんてまあないわけじゃないですか。
ではなぜ今回ツインズはこのロザリオをノンテンダーしたのか、ここにはツインズの外野手事情が影響しているのかなと思っています。まずそもそもとしてツインズはライトのマックス・ケプラーとすでに2023年まで契約を結んでいまして、オプションが行使されれば最長2024年までこのケプラーはチームに在籍することとなっています。これで外野のポジション一つ埋まっていることとなりますね。そしてツインズは外野手のトッププロスペクトが現在2人控えています。1人はアレックス・キリロフ、2016年全体15位指名を受けた選手でして、今年の開幕前のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでは球界全体で31位のプロスペクトと評価されています。この選手はアストロズとのワイルドカードシリーズで MLB デビューを飾ったことが評判となっていましたね。マイナーではトミージョン手術を受けるなど少し怪我に苦しんだ時期もありましたが、ただこのキリロフという選手はバッティング面が非常に評価されていまして、将来的にはアベレージとパワーを両立できる選手になるのではないかと非常に期待されている選手ですね。今年のプレイオフで MLB デビューを飾ったように、おそらく来年のどこかのタイミングで MLB に昇格してくることはほぼ間違いない選手なのかなと思っています。そしてもう一人がトレバー・ラーナック、こちらは2018年全体20位指名を受けた選手でして、このラーナックという選手も先ほどのキリロフと同様にバッティング面が非常に評価されている選手ですね。ホームランがものすごい多いタイプではありませんが、ライナーを量産することができ、逆方向にも長打が打てる選手として評価されているようですね。ラーナックに関しては昨年 AA まで到達していますので、こちらもキリロフ同様、もしかしたら来年のどこかのタイミングで MLB 昇格というところも十分あり得る選手なのかなと予想されています。ということでツインズは近い将来昇格してくるであろう外野のトッププロスペクトが2人いまして、でキリロフについてもラーナックに関しても選手のタイプとしては両翼向き、ライトかレフト向きの選手と言われていますので、そうなってくるとロザリオとちょっとポジションが被ってしまうという問題があると。でロザリオの来季の予想年俸はだいたい1000万ドル前後と予想されていたんですが、トッププロスペクトが控えている状況で1000万ドル近いお金を払ってまでロザリオを残す必要はないとツインズは判断したのかなと今回の件を見て思いました。またお金を節約する以外でもツインズとしては世代交代のタイミングとして今回ロザリオをノンテンダーするのがもしかしたらちょうど良かったと思っているのかもしれませんね。ということでロザリオをノンテンダーしたツインズのチーム状況なども見てきましたが、ただそうは言ってもロザリオ自身はここ数年間きっちり結果を残している選手ではありますし、来季の予想年俸1000万ドルというところもロザリオクラスのバッターとしては結構お買い得なんじゃないのかなと個人的には思っていましたが、ただ実際にはノンテンダーになったと。 FA となったロザリオの獲得に興味を示す球団はおそらくそれなりに出てくるんじゃないのかなと思っていまして、実際レッドソックスなんかはすでに獲得に興味を示しているという報道も出ていました。ロザリオは2017年プエルトリコ代表として WBC に出場しているんですが、その時の代表の GM としてロザリオを代表に選出したのがレッドソックスの監督に復帰したアレックス・コーラらしいので、まあ、そことのつながりというところももしかしたらあるのかもしれませんね。来シーズンロザリオはどの球団でプレーするのか、今後のオフシーズンの動きも注目して見ていきたいなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。